エイトライナーメトロセブン東京郊外区の夢。羽田空港から葛西臨海公園まで玉木八通り、玉木奈良通り地下を地下鉄でたどっていく。羽田空港駅から出発、第1第2の間に駅を置くかな。第3ターミナルを経由、周辺にホテルや商業施設が立地している。この辺りから玉木八通りの地下に入っていく。2000年の運輸政策審議会答申第18号によれば、今後整備について検討すべき路線。2016年の交通政策審議会答申第198号でも、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトの一つとして挙げられている。玉木八付近では環状線はなく、現在玉木八沿いから羽田空港に行く際は都心部の環状線である山手線なので迂回する必要がある。構想の一つとして東京ディズニーランドに直行する案もあり、観光地の集客を考える上でメリットは大きいと推進派は考えているようだ。ディズニーリゾート頼みは勘弁してほしいが、可能性としては地方の鉄道構想より高いんじゃないかな。説明はそんな感じで、しばらく空から眺めてみる。
この辺りから今後はメトロセブンが始まる。大部分を玉木七通りの地下に作る構想だ。現在純也山手線と純也武蔵野線の間には環状鉄道がないため、新たな環状鉄道を作ることであらゆる効果が見込まれていると通信派が訴えている。山手線と武蔵野線の間の環状鉄道空白地帯の解消、環状方向の移動利便性の向上、既存鉄道の混雑感は環状方向の地域の結束強化と活性化。最後は葛西臨海公園につなぐ。